にちは、さあやです。今日はちょっといつもとねメイクが違うと思うんですけど、今日はゴシップガールに出てくるセリーナさんっぽいメイクをちょっとね挑戦してみました。ぜひ最後まで見てください。アイブロウからスタートしていきます。セリーナの眉毛は結構上がった眉毛なので角度をつけて描いていきます。でもうちょっと細い眉にしたかったんですけど、私の眉毛だと細さはこれぐらいが限界でした。眉山をしっかりつけて下がるように描いていきます。その後パウダーで埋めていきます。そしたら眉マスカラを塗っていきます。次にノーズシャドウを入れていきます。眉頭の下の三角のゾーンから下に向かって入れていきます。その後指で軽くぼかしていきます。セリーナの鼻は小鼻があんまりないというかスッとしているので横の部分をシェーディングしていきます。その後アイメイクに移って、まずはじめにアイシャドウベースを塗っていきます。アイシャドウはちょっとスモーキーなアッシュというかグレー系のアイシャドウを使っていきます。私の目は縦幅があるんですけど、セリーナの目は横幅がある感じなので横に向かってちょっと目が大きく見えるように横を少しはみ出してアイシャドウを入れていきます。そして眉下からがっつりとハイライトの明るいシャドウをのせていきます。次にセリーナすごく目頭のくの字の部分にホワイトのアイシャドウが入っていたのでそれを入れていきます。次にベージュカラーを涙袋に入れていきます。下目尻3分の1には濃いめのブラウンを入れていきます。アイシャドウはこんな感じです。次にアイラインを引いていきます。少し濃いめのブラウンを使って引いていきます。目尻はそのまま流すようにして目頭の切開の部分をちょんと引きます。上はつけまつげをつけるので下まつげのみマスカラをいっぱい塗っていきます。つけまつげは目尻が重ためのものをつけました。つけた後またアイライナーをきれいに直していきます。チークはかなり下目の位置に入れていたので私はいつも高めの位置に入れるんですけど下目の位置に入れました。カラーはブラウンミナールちょっとオレンジを使ってみました。そしたらシェーディングを入れていきます。次にハイライトを入れていきます。結構鼻の先の先ぐらいまでハイライトを入れてちょっと鼻が丸く見えるような感じにします。最後に顎先と唇の上にちょちょんとハイライトをのせて、リップはローズっぽいというかベージュピンクみたいな色を使ってみました。最後に特徴のほくろを描きます。はい、こんな感じでメイクの完成です。セリーナさん似てるかどうかっていうのはまあ置いといて、いつもとはねガラッとイメージが変わったメイクになったかなと思います。つけまつげもねつけたり、コンタクトもハーフっぽいものをつけたり、チークの位置とかもいつもと全く違ったりしてすごく新鮮な感じがします。ということで実際のゴシップガールの映像をどうぞご覧ください。Where's my best friend? And you're her boyfriend. And she loves you. She wants to hire you tonight for a birthday party, and you've never forgotten. She really looked an effing hot last night. Want to go out with some guy you don't know? You can't be with some guys I do know. How can you talk to her?今少し横この映像を見ていただいたんですけども、このゴシップガールの物語はマンハッタンで最もリッチな地区アッパーイーストサイドの名門私立高校に通うセレブな高校生たちの恋愛や友情や嫉妬や裏切りなどの大人顔負けの複雑な人間関係を描いたドラマになってます。でそこの高校生たちの間では謎のゴシップガールなる人物が管理している情報サイトみたいなものがあって、そこで今一番注目されているのが、私が今回ちょっとメイクを真似してみたセリーナ・バンダーウッドーセンです。セリーナは1年前になんかひっそり街を離れて突然またここの街に戻ってきたんですね。ブレアとセリーナはもともと幼馴染だったんですけど、ブレアの今の彼氏とセリーナは1年前に実は浮気をしていたんですね。どうなっていくのかっていうのもすごく楽しみだなと思います。みんなおしゃれですごく可愛くてかっこいいので、すごくそこもね注目したいポイントだなと思います。ということでゴシップガールシーズン1アベマ TV 海外ドラマ
ドラマチャンネルで7月17日の午前10時から一挙無料で放送されるので、ぜひ皆さんご覧ください。それでは今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。シェアでした。バイバーイ。